広島市内の公立小学校140校のうち75校が授業を再開しました。元町小学校でも夏休みを終えた児童が大きな荷物を持って元気よく登校する姿が見られました。おはようございます。朝の会では校長先生が仲間を大切にして元町小学校の平和ルールをこれからも守っていきましょうと教室のモニターを通して呼びかけました。夏休み何か一つでも好きなもの食べた？3年生の教室ではみんなで夏休みの思い出を話したり習字や絵などの作品を発表したりしていました。友達とファミリープールで遊んだこと、僕は夏休み思い出をいろんなのがあったから何を書けばいいのか県内の3学期制の多くの小学校は来月2日に始業式が行われる予定です。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。